7月15日水曜日のご近所レディをお送りしています。さてここからはゲストコーナーでお送りしていきます。今日はカルチャーナイト北海道事務局長の畑瀬明子さんにお越しいただきました。7月の17日金曜日に開催されるカルチャーナイトについて本日はお話を伺っていきます。畑瀬さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ週末あと2日後ということになりますけれども、はい、カルチャーナイト迫ってまいりました、はい、ね今年はちょっといろんなちょっと例年の方式とは違う方式で行われるということでお話を伺っていこうと思っております。まずですね昨年もこの番組にご出演をいただいたんですけれども、改めてカルチャーナイトがどんなイベントなのか教えていただいていいでしょうか。はい、カルチャーナイトは札幌市内の公共施設や文化施設そして民間施設を年に1日だけ特別に夜間開放して、うん、その施設ならではのプログラムを体験できるという行事です。うん、はい、はい、カルチャーナイトってどういうきっかけで誕生したんですか？はい、はい、カルチャーナイトの出発点というのは、うん、私たちは札幌に住んでいても、札幌のどこにどんな施設や企業があって、どんなことをしているかなんて、うん、知らないことがたくさんありますよね、うん。そういうのを知る機会があるよ、といいよね、ということから始まりました。うん、はい。今では子供から大人までの全世代が参加する町の文化祭のような行事になって、今年で18回目の開催となります。すごい、もう18回目になるんですね。はい、長いですね。はい。いや、すごいです。そうなんですよね。公共施設とか文化施設、あとはこう民間の施設もいろんなとこ行けて、はい、当日本当にたくさんのところに行くことができて、はい、楽しいイベントなんですけれども、はい、18年前から始まっていたということです。ただですね、今年新型コロナウイルスの影響で例年と違うということになっておりますけれども、今年の開催どんな内容になるのか教えていただいていいでしょうか。はい、例年だと施設を夜間開放して各会場でプログラムを行っておりますが、うん、今年はその方法ではなくて、うん、YouTube 動画を使ったオンライン開催で、カルチャーナイトを行います。そうなんですよね。オンライン開催ということで、もう最近オンライン多いんですけれども、なんか今っぽいなと思いますけれども、オンラインって言うとね、どうやって参加すればいいのかなっていう感じもありますが、まず家でパソコンかスマホで参加するのかなというふうに思いますが、こう何時からどんな感じで参加すればいいのかっていうのも教えてください。はい。はい。はい、まず7月17日金曜日の夕方5時になると、うん、YouTube のカルチャーナイトチャンネルで、80本以上ある動画が一斉に公開されます。すごい。はい。はい、で皆さんは、パソコンやスマホ、最近では、うんうん、テレビでも YouTube を見ることができますので、はい、はい、それのどれかで、ま、カルチャーナイトのチャンネルにアクセスして楽しんでください。はい。はい。で、17日金曜日夕方5時にスタートして、うん、19日日曜日の24時まで、どれでも好きなものを、何度でも見ることができます。そうなんですか。じゃあ3日間見放題というか、はい。ね。ずっと見ることができるんですね。はい、そうなんです。そっか。やっぱり、カルチャーナイトは1日のね、1日だけだったんですけれども、はい、それが動画になると3日間参加できるっていう、そうなんです。ことになるってことなんですよね。はい。そっか。じゃあ、7月17日金曜日の5時になりましたら、たくさんの動画が一斉にアップされますので、それ見ていただきたいということですね。はい。はい、最近、確かにテレビでも見れるので、大きい画面とかでも見れて、はい。いいですね。そうですね。うんうん、カルチャーナイト、通常ですと、うん、親子で夜こう、街歩きをしながら楽しんでる姿がたくさん、見受けられるんですけれど、うんうん、今年は、家族でテレビの前で、うんうん、もう好きなお菓子とかジュースとか、お父さんビール飲みながらとか、うんうんうん、それでみんなで楽しんでいただきたいなと思っております。いいですね。はい。はい。チャンネル登録もできるということなんですけど、はい。どういうふうにしたらいいんでしょうか？はい。はい。もちろん、当日その場でカルチャーナイトのチャンネルを検索しても、大丈夫なんですけれど、うん、今のうちに、カルチャーナイトのチャンネルに一度アクセスしていただいて、うん、赤いチャンネル登録というボタンがございますので、はい。はい。それを押していただくと、当日、登録チャンネルっていうところに、もうカルチャーナイトの、動画がたくさんアップされますし、検索しなくてもサクッと見ることできるので、うん、はい。あと、スマホアプリだと、公開されましたよっていう、じゃらーんとお知らせが届いたりするので、見忘れ防止にもなるんです。そっか。じゃあ、5時だったっていうのが、
そうなんです、ね、防止できますね。はい。そっか、じゃあまずは皆さん一回検索していただいて、はい、チャンネル登録していただければと、はい、いうことになっております。はい。そしてね、80本以上動画がアップされるということですが、はい、どんな施設や企業が参加されるんでしょうか。はい。今年は52の施設団体が参加します。うん。例えばですが、警察署や裁判所、うん、気象台、JR の札幌駅、市役所とかいった公共施設もありますし、また美術館とか博物館といった文化施設もあります。へー。はい。それから、放送局とか、教会とか、この辺だと西区の白い恋人パークへとか、札幌ファクトリーのような、こういう民間の施設もあります。うん、はい。さらに、施設だけではなくて、例えば、お掃除の専門家とか、うん、声の専門家とか、そういった方々の、参加団体もございますし、うん、お料理教室とか、うん、音楽の演奏する人たちも参加しております。すごい、多岐にわたっておりますね。はい。すごい、公共施設もあれば、民間のところもあるし、お教室みたいなものもあると。はい。いうことですね。はい。これ、当日、毎年例年だと、1箇所か2箇所、まあ、多くて3、4箇所って感じだと思うんですけど、はい、結構ジレンマだったんですよ、はい。全部に行きたいというか、もうちょっと多く行ければいいかなと思っていたけれども、はい、やっぱりね、物理的に行けないとかってあると思うんですが、うん、そうですよね。ね、今回この週末も、金、土、日とやってるということなので、はい、もういろんなの見て、吸収できますね、はい。はい。1本5分ぐらいの動画が多いので、全部制覇も夢じゃないと思います。ですね。はい。そうですか。大体、内容としては、どういう内容になってるんですか？はい、そうですね。うん、例えば、施設見学といっても、うん、まあ、施設を、館長さんが詳しく紹介してくれてるようなものもありますし、うん、バックヤードツアーみたいな、図書館の裏側ですとか、はい、いいですね。はい。放送局の仕組みとか、はい、はい。市役所の市長室ってどうなってるの、うん、みたいな。うわー、すごい。はい。なかなか普段入れないけれども、はい。見ることができると。はい。いうことなんですね。はい。そうですか。じゃあちょっと皆さん貴重な動画になるかなと思いますけれども。はい。ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。そしてですね、当日7月17日なんですけれども、はい、カルチャーナイト2020ライブという企画も、開催されるということですが、これどんな企画なんでしょうか？はい。17日金曜日当日の、こちらは夕方6時から夜8時までの2時間なんですが、知事交換を会場に生配信を行います。すごい。はい。はい。企画内容が、盛りだくさんなんですけれど、うんうんうん、ちょっとお知らせしてもよろしいでしょうか？もちろんです。お願いいたします。はい。はい、まず、鈴木直道知事と、うんうん、秋元市長から、うん、道民市民の皆さんへ、メッセージ、ビデオを頂戴しております。すごい。はい。はい、それから、SDGs の活動に取り組む、水野正弘さんと一緒に、SDGs トークを行ったりですとか、うんうん、はい。それから、アイヌのトンコリと、ドンコリという楽器と、フィンランドのカンテレという民族楽器のコラボのコンサートがあったりですとか、それから札幌の地元 YouTuber ゆめりこさんにインタビューをするコーナーですとか、はい、盛りだくさんの内容になっております。そうですか。あと知事効果の中で生配信ってことになるんですね。はい、そうなんです、うんうん。会場に直接来ていただくことはできないのですが、うん、その代わり、知事交換って入れる施設なんですけれど、実は皆さんなかなか入る機会がないと思うんですよね。ないです。はい。なので、今回私たちが、知事交換の館長に、お願いして、館長ガイドによる知事交換の中をご紹介するという企画もあります。すごいですね。はい。横はよく通るんですけど、はい。うわー、立派な建物だなーと思いながらも、はい、中どうなってんだろうなと思ってましたけれども、はい、館長がいらっしゃって、はい、で館長さんが中を紹介してくれると。そうなんです。すごいお宝とかがあるんです。すごいですね。はい、そうなんですか。そっかそっか。じゃあ、珍しい、いろんなものが見れると、はい、いうことですね。そうなんです。こちらは6時から夜の8時までということになっています。これって生配信じゃないですか。はい。で、その後、それがこう、残ってもう一回見ることができるとかってありますか？あ、そうですね。うん、生配信終わった後に、はい、アーカイブとして、しばらくの間、うんうん、皆さんにご覧いただけるようにしておこうとは思っております。わかりました。じゃあ、皆さん見逃したということも、
であれば、あの、アーカイブでもね、見ていただけるということです。はい、カルチャーナイト2020ライブは、17日金曜日の夕方の6時から夜の8時までということになっております。こちら生配信ぜひご覧いただきたいと思います。そしてですね、すでにあの YouTube チャンネルもあるんですけれども、はい、カルチャーナイトさんあるんですが、現在もいろんなこう動画がアップされてますけれども、今どんな動画見ることできますか？はい、あの現在は今年の参加団体のプログラムを予告編としてチラッチラッとお見せしております。はい。はい。あの、その他これまでのカルチャーナイトに参加したことのある方々、あの、お母さんだったりお子さんだったり、参加団体の方々へのミニインタビューなんかも、あの、配信しておりまして、見ると、あ、なんだかカルチャーナイトって楽しそうだなと、ワクワクが広がると思います。そうなんです。私もちょっと予告編見ましたけれども、もうすでに結構あの、図書館の中、ちょっと見学したりだとか、はい、こうインタビュー見れたりだとかして、はい、気分高まるんですよね。そうなんです。そうなんですよね。はい。ですので、ぜひ皆さん、まずちょっとね、予告編見ていただいて、はい、あと2日ありますけれども、あの、気分高めていただきたいな、というところですね。はい。はい、ということです。YouTube チャンネルですけれども、こう、なんて検索すれば出てきますか？はい。あの、カルチャーナイト公式と検索してください。はい。カルチャーナイト公式で、出てくるということです。はい、そして、この他ですね、ホームページや Facebook でも情報発信しております。あの、内容教えてください。はい。はい、ホームページでは、どの団体がどんなプログラムをやるのかというのが全てチェックできます。うん、旬の情報は Facebook の方をご覧ください。はい、ありがとうございます。あの、ですね、ホームページに行くと、メルマガかな、はい、登録するページもありますよね。はい。はい。そこで、あの、登録するとメルマガも配信とかあったりとかしますね。そうなんです、はい。時期になるとそろそろ始まりましたよとか、うん、パンフレット配布開始してますよ、みたいな情報をお届けしております。うん、はい、しております。ということですので、ぜひ、あの、いろんな内容知りたい、あの、情報知りたいという方は、メルマガの登録もしてみてはいかがでしょうか。Facebook もやっております。あの、当日のこととかですね、どうやってやっていいかわかんない、YouTube どうやって見ればいいかわかんないとか、いろいろあると思うんですけれども、はい、お問い合わせ先も教えていただいていいでしょうか。はい、問い合わせ先は、カルチャーナイト実行委員会の事務局までお問い合わせください。はい、電話番号は、011-261-8633 です。ありがとうございます。261-8633 番となっております。畑さん、あの、事務局をやってらっしゃるということですけど、はい、今ってもう、だいぶ忙しい時期だと思うんですけれども、はい、今って今どういうお仕事されてるんですか？そうですね、はい、あの、まさに今日の午前中は、17日に公開される動画を準備して、はいはい、チェックして、公開されるように、はい、いろいろセッティングしてきました。セッティングしてきたんですね。はい。そっか、じゃあ、皆さんから、こう、集めてきたというか、送られてきた動画を、はい。見るんですよね、まず。そうです。一度私が一番最初に。チェックして。はい、チェックして。そして、あ、これで大丈夫だな、ということであれば、はい。それをアップする、はい。手続きというか、はい。をするんですね。そうなんです。そっか、80本ぐらいあるということですけど、はい、今、どれぐらいチェック終わってるんですか？70本ぐらいは、もう。あ、そうですか？はい。じゃあ、あともうちょっとですね。もうちょっとです。そっか、じゃあ、あと今日と明日。はい。当日までってことはないかなと思いますが、でも、あ、今日と明日で、いろいろ準備しなきゃいけないってことなんですね。そうなんです、はい。そっか、あの、ライブの方も、はい。畑さん、当日は会場に行かれるってことですか？あ、もちろんです。はい。そっか、じゃあそっちの準備もありますもんね。そうなんです。そうですか。ちょっと私もいろいろ伺いたいんですけど、はい、生配信ってなると、はい、やっぱカメラが入ったりとか、はい、こう照明が入ったりとか、はい、ありますよね。そうですね。ね、そういう準備も結構大変だったんじゃないですか？そうですね。うん、カルチャーナイトの実行委員長が、実は IT の専門家なんですよ。そうですね。はい、山本先生ですね。そうです。はい。うちでもお話ししていただいてますけれども。あ、そうですよね。そうですよね。はい。はい、なので、うん、山本先生に、山本実行委員長に、うん、全面的に協力いただいてというか、はい、やっていただいて。担当していただいて。そうですか。はい。やっぱりこういう時強いですよね。そうですね。IT 知ってる方って。はい。
そっか、じゃあ、当日のこう配線というか、はい、ここにこういう風に繋いでとか。そうです、はい。いろいろやっていったってことですね。そうなんです。そっか、じゃあもう当日まで、あともう、ね、当日を迎えるだけというような、そんな感じもあるかと思うんですけれども、はい。ぜひ皆さん、YouTube で今回は参加できますので、はい。いろんなね、動画見れますので、ご参加いただきたいなと思います。はい。では、最後にラジオ機の皆さんに、畑さんからメッセージいただいていいでしょうか。はい。地域のイベントが今、うん、軒並み、中止になっているんですけれど、私たちがオンライン開催の方向を固めた背景には、こういう時だからこそ地域が土台だなという思いがありまして、地域の多くの皆さんに、こう、手をつないで、継続してきたカルチャーナイトの明かりを灯したくないという思いからだったんです。で、今年は、まあ、お天気も関係なく、どこにいても参加できますし、まあ、体力がなくて外に出るのが難しい方でも、夕方はお仕事している方でも、皆さん参加できるので、ぜひぜひ、皆さんでカルチャーナイト楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございます。逆に裾野が広がった感じもあるかもしれませんね。そうですね。うん。そっかそっか。ということですので、ぜひ皆さん、オンライン開催となりますカルチャーナイト、今年もぜひ参加していただきたいなと思います。今日はカルチャーナイト北海道からですね、畑瀬明子さんにお話を伺いました。当日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。